こんにちは、さとひろです。今回はですね、久々にドッキリをかけていきたいと思います。ゆいさん、今ですね、こっちの編集室で編集してるんですけれども、今回は冷蔵庫の中に犬の生首あったらドッキリということで、皆さんはツイッターでちょっとバズってたプードルのおにぎり知ってますでしょうか。おにぎりに鰹節をまぶして、でそのプードルの毛並みを表現した顔だけのおにぎりの写真が怖いみたいなのがね、バズってたんですけれども、今回はそのおにぎりを冷蔵庫の中に入れておいて、何も知らないゆうさんにちょっと冷蔵庫開けてみてって言った時にどんな反応をするのかっていうのをね、見ていきたいと思います。ということで、写真はね、ちょっと大人の事情で今ここには載せれないんですけれども、本家様の写真を見ながら僕がちょっと見よう見真似でそれを作ってみたいと思いますので、早速キッチンで動画を撮りたいと思います。バレないようにしないといけないので静かめでいきたいと思います。しゃはい、ということでキッチン来たので早速作っていきたいと思います。指輪外そうかね、とりあえず。いや、形が問題になってくると思うから、参考画像見ながらやっていきましょう。おにぎりを作る要領でやればできると思うんだよね。いや、でもなかなかにむずいぞこれ。パーツごとに分けて作っていくのがいいのかな。鼻、顔、耳。いやー、ちょっとむずいな。でもこれちゃんと生首があるように見せたいから、生首があるように見せたいっていう言い方も変だけど、でも見えるっちゃ見えるな、これ。なんとなく形的にこう分かるっちゃ分かるかもしんない、これ。あー、でもこうパーツごとに区切らない方がいいのかな。鼻がでかすぎるか。なんかご飯で粘土細工してるみたいな感じになるんだけど、ダメですよ皆さん、食べ物で遊んだら。いや、とりあえず声でかくなっちゃった、編集室に聞こえちゃう。とりあえず平面ってか正面から見た時に見えるようになってればいいかなって感じなんだけど、一応ね、今ご飯の形はこんな感じになりました。鼻でかいな、やっぱな。とりあえず鼻も修正しました。今こんな感じ。まあ正面から見たら若干ぽく見えるかなっていう微妙なところなんですけど、ちょっと鰹節振ってどうなるかやっていきたいと思います。はい、こちら鰹節買ってきました。スーパーに売ってる中でも一番プードルっぽい色のやつを買ってきました。これかけ方にもね、雷鳴ってんだけど。はい、今こんな感じです。鰹節まぶした状態。ちょっとここの耳の表現がむずい。隙間を開けたいんだけど、なかなかね、こうかぶさってる感が出てくれないのと、あとご飯の色白なんですけど、ちょっと醤油ご飯とかにすればよかったかなって今更ながらちょっと後悔してる。まあ、顔とかつけていきましょう。目とかね、目と鼻に使うレーズン買ってくるの忘れちゃったんで、ここから発掘しようと思います。あ、いや待って、これダメだ。鼻の方がいいな、これダメだ。これちょっと箸でね、微調整をして。で、目なんですけど、このレーズンに糊を巻いてちょっと黒っぽい目玉作っていきたいと思います。うわ、なんか硬いな、印象が。目だな、これもっとちっちゃくていいんかな。あはい、ということでこんな感じになりました。ちょっと素人にやっぱむずいわ。目隠したら意外といけそうだけどね。ということで、これを冷蔵庫に入れてゆいさんに見せたいと思います。あのね、めちゃくちゃ大変だった。すごいいろんなとこから汗出てます。今集中したわ。
ひいさん。びっくりした。なんでびっくりしたの？ちょっと来てほしいんだけど。見てほしい。あつ森してる場合じゃなくて、ちょっと見てほしいものなんだけど。ちょっとすごいものがアマゾンで売ってたから、それを買ったんだけど、ぜひ見てほしい。今日の晩ご飯になる予定だから。ちょっとグロいんだけど。じゃあちょっと、開封まで。3、2、1。怖い。怖いよね、うん、生首だよ、だって口が怖い。ちょっと待って、この角度すごくない？画面越しで見るこの…あーちょっと明るいな。この角度すごくない？めちゃくちゃ犬に見える。ちょ、何？何かしてくれるの？いいよ、目キラキラさせなくていいんだよ。なんか目んとも飛び出てるみたいな。そうそう、目キラキラしてるんだったね。目がキラキラしてるよ、この犬。結構さ、こう写真見ただけにしてはいい出来じゃない？うん、かわいい、かわいい。なんで俺より盛り上がってんだよ。さっきから黙々と何してんすか？ワン。え？ワン。デコるな。デコるなよ。いや、いいけどさ。え、クオリティ高くね？ゆいの手が加わったことに。ちょっと自分で言うのもなんだけど、クオリティ高くね？ああ、いいですね。名前は何ですか？ワン。え？ワンって名前。犬の名前ワン。うん。ハッピーにしとこう。全然ハッピーじゃなさそうだけど今。かわいいじゃん。